我々はここで死に、次の聖者に意味を託し、兵士を怒る、兵士を叫ぶ、兵士を戦う。団長が振り返るな。しまいには壁の中の奴ら全員、年寄りから子供まで特攻させるんだろうな。どうせ誇り高き死がどうとか言い出すぞ。ふざけやがって。みんなを誇り高き肉片にしてあげようぜ。二発目来るぞ。撃て。そんなに叫んで何の意味があるってんだよ。俺の巨人が倒れて、こいつがリヴァイか。イノジロ、何も見えない。目をやられたのか。オシロ硬質か。もっと楽しんでくれよ。